蜂の巣正六角形の平面重点ハニカム構造とは、正六角形、または小六角柱を隙間なく並べた構造である。ハニカムとは、英語で蜜蜂の櫛という意味であり、多くの蜂の巣がこのような形をしていることから名付けられた。講義には、小六角柱に限らず、立体図形を隙間なく並べたものをハニカムと呼ぶ。板状の素材に穴を開ければ、 強度をあまり損なわずに必要な材料を減らすことができる。穴の大きさや数をどんどん増やせば最終的には棒材による構造が残る。同様に海上の素材に穴を開ければ板材による構造が残る。これらがハニカムである。円では隙間ができる。ビアフェラン構造による重填。基地の最適な三次元ハニカム。穴を小さくすれば強度は増すが、 単位面積あたり棒材の量は増える。そこで穴の面積を一定にして最も棒材の量が少なくなる穴の開け方を考える。これは同じ面積の図形による平面重点で周の長さが最も短いのは何かという数学的問題にできる。またこうすることで強度と材料の量の関係に限らない様々な課題に一般化できる。 同じ面積で最も周が短い図形は円である。しかし円で平面を充填しようとすると歪な形の隙間が残り円だけで充填することはできない。平面充填可の同図形には三角形、四角形、平行六角形などがあるが最も周が短いのは正六角形である。これは平面充填形の中で正六角形が最も円に近いことからも 直感的に理解できる。同様に3次元での同じ体積の図形による3次元空間重点で表面積が最も狭いのは何かという問題を考えることができる。この問題は未解決だが基地の最適な答えはビアフェラン構造と呼ばれる等体積の12面体と14面体からなる重点である。しかしある種の制約のもとでは小六角柱が 答えとなる。複合ハニカム宇宙船マーキュリーに使われた、ハニカムハニカム構造の通気口テンプレート、https、www.snfcoore.co.jp スラッシュメリットスラッシュテンプレート、https, kasyu-kogyo.com スラッシュ2019スラッシュ04スラッシュ27スラッシュハニカムスラッシュ ありがとうございます。